モーニングブラッシュ今週からこの時間は知って安心転換と題して身近な病気である転換について10回シリーズでお送りしていきますお話を伺うのは東北大学病院転換センター長中里信和先生です中里先生よろしくお願いい致します さてこの番組は東北大学大学院医学系研究科転換学分野で実施したクラウドファンディングで寄せられた多くの皆さんからの寄付により放送していますさて中里先生いよいよセカンドシーズンが始まりましたね,そうですねあっという間で、はい、あのファーストシーズンは夏の十回シリーズだったんですけどもう半年で冬になりましたどうぞよろしくお願いしますまああの びっくりしたのはやっぱりラジオの威力というかあのこちらから講演会やるぞって言って来ていただくお客さんたちだけじゃなくてラジオっていうのはいろんな人たちが聞いているので今まで転換は他人事だと思ってたような人たちに情報が伝えられたのが 良かったかなと思ってるんですが、一方で医療者側からの一方的な情報提供だったので、今度はちょっと、はい、えっとリスナーさんやそれ以外の方から寄せられた質問に答えるスタイルにしたいと思っています。ということはこのセカンドシーズンはよりこう患者さんの生活に寄り添ったようなそ,う、ね、そんな内容になりそうです、ね。で患者さんからもそうなんですが、実は医療者も悩みで転換について勘違いもありましたので、その辺にあの光を当てていきたいと思っています。はいということであら 改めてになりますけれども転換とはどのような病気なのか教えてくださいはいじゃあおさらいということで転換は えー、脳の病気でですすねブレインですで脳の一部があの必要以上ににに過剰に興奮しした時に様々な症状を出します典型的にはその意識を失って体をガクガクさせる大きな痙攣をイメージする方が多いんですがそれは実は間違いで、はい、もっと小さい発作がいっぱいあって本人しか分かんない感覚だけの発作もあるし周りの人が見ててびっくりしちゃうような動作が止まっちゃってどうしたのみたいなそういう発作もあってお一人お一人違うのでそういう多様性も考えなければ ならない まあ、ただ、えーと、今治療法を進歩していますので正しく理解してきちんとした対応を取ればそれほど怖い病気じゃないということをお伝えしていました。ということで患者さんごとに症状もですし原因だったり対処法だったり、はい、そういったところが変わってくる、はい、ということなんですよね。となると患者さんもさまざまな困ったなということがあるかと思うんですけれども先生はどんなものを聞本当にそうなんですよ対応なのでお一人お一人の悩み事違うんです。 まあここは私が説明するよりは今日一緒に来ています当院の転換科で公認心理師として働いている小川舞美からですねちょっと説明してもらおうと思ってますお願いしますはい本当に今おっしゃっていただいたように発作が多様なので困りごとも一人一人違います悩みごとを大きく分けると医学的なもの心理的な悩み社会的な悩みと三つに分けることができますたとえ意欲やスキルがあっても転換という病気を持っていること自体に悩んで 一歩が踏み出せなかったり、社会の誤解のせいでこう仕事ができなくなってしまって辛い思いをされているっていう方も少なくありません。うん、転換の治療と合わせてそれらの悩みにも一緒に取り組んでいけると良いと思います。その時に患者さんを取り巻く方が転換を正しく理解してくれたり、病気以外の患者さんのいいところ、強みに目を向けてくれることが患者さんにとってはとっても大きな支えになると思います。なんとなくのその転換。 イメージだけでこう皆さんがこう対応してしまっているというところがちょっと大きいのかもしれませんねそうですね転換って言われてそのイメージだけで非常に悪く思っちゃう人もいるしもう一つはですね 転換あ名前はは知っっててるけど自分には関係ないやって例えばこのラジオを聴いてるリスナーの方々にも自分の家族にもいないし自分の知ってる人にもいないから自分は関係ないって思ってるかもしれないんだけど実は隠してるだけかもしれないですね100人に1人なので。おそらくこの世に生きている限りは 当事者としてあるいは家族や知り合いとして転換に関わらない人はまずいないぐらいだと思うんですよそこでまあラジオの中ではそういう自分には関係ないって思ってこのラジオを聞いている方々にもあ実はそうなんだっていう気づきが あるようにというふうに工夫していきたいと考えていますそうですね他人事ではなくて自分ごとというかそうなんですね、はいはい、誤解も解いていきたいですし誰もが明日自分が転換と診断されるかもしれないし自分の家族にいるかもしれないし、うん、ということですねそうですね、はい、ということで来週以降詳しくまたお話伺っていきます中里先生小川先生どうもありがとうございましたはいどうもありがとうございますありがとうございました この時間は知って安心転換と題して身近な病気である転換についてお送りしました番組ではリスナーの皆さんから転換に関する質問をお待ちしています番組ウェブサイトリクエストメッセージからお寄せくださいこの番組はラジコのタイムフリーで1週間聞くことができます また、明日以降東北大学大学院医学経営研究科、転換学分野のウェブサイトでアーカイブされます。